ス落ちめろ。お花にお水やらなくっちゃ。ん、待って、これってさ、なんかサックスっぽくない？サックスっぽくない？なんかこんな感じで、なんかサックスっぽい気がする。ということで、ジョウロを楽器にしていきたいと思います。まずはここにマウスピースがはまればいいと思うんですよ。これ外れるのかな。お、あ、簡単に外れました。ここを外して、こうアルトサックスのマウスピースをここに、お、ぴったりなんですけど、すごくない？ぴったりはまりました、マウスピース。これでこう吹けるよね。もう楽器じゃない？ほら見て、ここから吹いてこうなって、こう広がっていって、こうなって、もう完全にサックスじゃない形。やばい、すごい。なんで今まで気づかなかったんだろう。これ音程を取るために指の穴を開けた方がいいと思うんだよね。ちょっと今からここに穴を開けていきたいと思います。ということで、指の穴を開けたいと思うんですけど、サックスだったらこういう感じで、なんか等間隔かな？等間隔に6個穴を開けたいと思います。じゃあペンで印をしたいと思います。じゃあ最初は、ここからのスタートにしよう。最後の穴をこの辺にしたいんだよね。14センチあるから、あと4つ穴を開けるから、5で割ったら 2.8? だいたいそのぐらいで丸を描いていきまーす。まあだいたいこんなもんだと思うんですよね。こんな感じで印をつけましたー。で、実際にここに穴を開けていきたいと思います。どれかなー。細いドリルで穴は開きました。じゃあこれを元にもうちょっと大きい穴にしていきたいと思います。ドリルの先を変えました。おー、いい感じ。なんかちょうどね、なんかリコーダーの穴と同じぐらいの大きさになった。やばい。今指のところがちょっとこうザラザラギザギザしてるから、これをサンドペーパーで綺麗にしたいと思います。うん、いい感じ、滑らかになった。綺麗に拭いてと。できました。ジョウロに穴を開けたよ。これで演奏してみたいと思います。ということで、スタジオへレッツゴー。スタジオに来ました。そしてジョウロのサックスにマウスピースをセッティングしました。ということで、演奏してみたいと思います。すごい、もう楽しみ。どんな感じなんだろう。ワクワク。あ、すごい、めっちゃいい音じゃない？すごい。めっちゃ楽器って感じなんだけど、その下がなんかほぼ音変わんないんですけど、え、なんで？なんで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 だろう。ここを均等にしても、ここまで楽器がこう続いてるから、サックスみたいにもうちょっとこの下の方の穴は広めにこう多分開けないと音階にならないのかもしんないです。なるほど、サックスも確かにそういう構造になってるなー。あー、ちょっと改良の余地ありだなー。とりあえず今のこの状況で、まあかろうじてなんか演奏できる曲なんかあるかな。なんか本当にここのあたりだけなんだよなー。あ、あれは？はい、すごい。あとは何かあるかな。全然ピッチがね、口でなんとかしないといけないっていうか、ダメですね。もうちょっと研究します。
っといろいろ研究してみて、またいい感じになったら動画で紹介したいと思います。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。この動画が良かったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくね。ゆっくみらーでしたー。